こんにちは、アンゴロです。ゼンが社会実験第2フェーズの実施予定を発表しました。ゼンとはですね、ブロックチェーン推進協会が発行する仮想通貨で、現在は社会実験として財布のみに上場しています。ブロックチェーン推進協会とは、ブロックチェーンの健全な発展と普及のために活動している日本の団体です。仮想通貨は価格変動が大きすぎて企業が利用しづらいという問題を改善することを目標に、2017年7月にゼンを発行しました。ゼンの特徴は日本産のステーブルコインということです。ステーブルコインとはですね、価格が一定のコインのことを言います。ステーブルコインで一番有名なのは USDT で、1枚1ドルという安定した価格を維持しています。価格が一定になる仕組みは、ユーザーはテザーの口座にドルを預けて、テザーは預かったドルと同じ量のコインをユーザーに発行することで、1枚1ドルの価値が担保されています。一方、ゼンは1枚1円という日本円の価格で安定するステーブルコインです。ゼンが1枚1円の価値になる仕組みを見てみましょう。これは第1フェーズのレポートに記載されている図です。まず、ゼンを利用したい企業が財布に日本円を入金して、財布にゼンを注文します。注文を受けた財布は、指定額をビットコインに交換し、ビットコイン建てでゼンを発行して利用者に渡します。続けて、財布はビットコインを日本円に転換して、発行した枚数分のゼンを1円で差し値注文します。つまり、ゼンの売り上げをすべて1円の買い注文に回すことで、価格が絶対に1円以下にならないようになっています。これ、なんで日本円をビットコインに変換する必要があるんでしょうね。結局、ビットコインを日本円に戻しているので、受け取った日本円分のゼンをそのまま発行すればいいと思いますが、なんか理由があるのかな。ゼンのトークン情報を見てみましょう。トークン名はゼン。シンボルは JPYZ。総発行枚数は無限。トークンセールはなし。円の一歩先を行くという意味でゼンという名前にしたそうです。ABC 順で Y の次は Z。だからゼン。それならシンボルは JPY の次で JPZ じゃないかな。枚数のことは何て呼ぶんだろう。 100JPYZ って長いから100ゼン200ゼンって呼ぶんでしょうかね。問題なのはゼンというプロジェクトは他にもあって、有名どころで言えばこの3つがあります。プロジェクトゼンは寄付市場のプラットフォームを開発している日本のプロジェクトです。トークンの単位はアイン。ゼンキャッシュという仮想通貨の単位はゼン。今回のゼンのシンボルマークは JPYZ。ややこしいこと極まりない。リブランディングよろしく。ゼンの目玉機能はホワイトペーパーにはこのように記載されています。ゼンを取引所による本人確認が済んだ送信先のみに送金できる条件付き送金のスマートコントラクトを組み込んだ。これはユニークなアイデア。仮にゼンが盗まれた場合、犯人が換金するために取引所にゼンを送ろうと思っても、本人確認ができていないアドレスに送金できないので、犯行の抑止力になりそうですね。他にこの図のようにブロックチェーンをまたいでゼンの価値を流通させるメカニズムも考案されています。簡潔に説明すると、ゼンをロックした後に他のブロックチェーンでゼンを発生させ、他のブロックチェーンのゼンを焼却したら、元のブロックチェーンのゼンのロックが解除されるという流れがスマートコントラクトで自動で行われます。次に、ゼンの価格について。1ゼン1円のステーブルコインとして注目を集めたゼンでしたが、上場直後にとんでもない価格がついたのが印象的でした。これがそのチャートです。
なんと一瞬1万円まで吹き上げました。1万円をつけた理由についてブロックチェーン推進協会はこのように発表しています。財布による新規発行の手続きが追いつかず、取引所の説明を見ないユーザーや取引所のチャットでの会話の煽りにつられるユーザーの買い注文が殺到し、供給量が途中で枯渇することがあったため、ユーザーが入力した高い差し値の売り注文にも買いが成立し、瞬間的に1膳1万円の値がつくことがありました。その後は 1.2 円まで一時的に上げる局面もありましたが、ほぼ1円の価格を維持しています。2018年11月30日に第一フェーズが終了し、技術的な問題は発生せずに無事終了しました。そして2019年1月15日に社会実験の第2フェーズの実施予定を発表しました。第2フェーズは2019年前半に行われ、フィスコ仮想通貨取引所とビットポイントが実験に参加することになっています。第1フェーズは財布のみだったので価格は1円以下には絶対になりませんでしたが、第2フェーズは複数の取引所になるので絶対に1円以下にならないという仕組みは崩れる可能性があります。理由は買う取引所と売る取引所が変わる可能性があるからです。例えば極端な話をすると、財布で100億円分の膳を発行したら財布の板に100億円分の膳の買い注文が乗りますが、発行した膳をすべてビットポイントに送金して成り売りを出すと1円の壁を突き破られます。と言ってもそんなことする人いないですけどね。一つ思ったのは、各取引所が全の買いオペアを行うのではなくて、買いオペアを行わずにブロックチェーン推進協会のみが全の新規発行を受け付けて円を保管することで1枚1円の価値を担保した方が煩雑にならずにいいと思いますが、どうなんでしょう。ステーブルコインを目指す全の将来に期待されるのは、まずは取引所に上場しているあらゆる仮想通貨を全立てで取引できるようになることだと思います。そして価格急変時の対比先としてや取引所間の送金手段として使われる存在になる。今後も注目です。以上、全が社会実験第2フェーズの実施を発表についてでした。それでは聞いてください。全然前世。生まれて初めて何を言えばいい、君の前世。